さて、今日もパトロールするか。今日はどこからブラソックしてこっかな。せやな。まずはシルバーのおっさんを。あれ、お父ちゃんどないしたん？なんか元気なさそうやけど。何？悩みがある？よかったら僕に話してみ。ふんふん、なるほどなるほど。あー、それはあかんな。要するに水槽の中にフラミーが多いから区別がつかんってことやな。なるほど、確かにそれは問題やな。僕が喋ってると思ってたけど、実は違うグラミーやったってこともありえるわな。ちなみにこの子も同じグラミーやもんな。まあこの子はまだ小さいし柄でわかるか。問題は僕の分身やな。お、君の話してるんやね。ちょっと聞いてる？あかんかい！あかん、逃げられてもたわ。でもあいつのことや。そんなに遠くには行ってへんはずやで。せやからこう影から狙って出てきたところを一撃必殺のピコピコアタックでズドンと。でも向こうもピコピコの使い手やしな。困ったな。どないしたらピコピコアタックを決め。なんか来たー。なんや、単なるゴミか。僕の分身を消すにはやっぱりここは法律の力を借りてやな。商標法違反とかで訴えられんやのか。あれ、今近くにいたような。まあええか。それかお父ちゃん、そんなこと黙っとくかやな。視聴者さんもそこまで気にしてへんやろ。何？不祥事起こした企業みたい？内部告発されたら困ると。大丈夫やて。その時は謝ったらええねん。え？何？頭下げたらハゲてるのがバレるから嫌。なんやねんな。いいから次に悩みが尽きんな。まあ僕も毎日のパトロールで忙しい身やけど、お父ちゃんも変に悩まんでええんちゃう？倒れてまうで。父ちゃんが悩みすぎて倒れたら僕わーい、ご飯や。ちょっとみんな、お行儀を待ちや。赤虫もええけど、つぶつぶも安定のうまさやな。あれ、僕何話してたっけ。なんかお父ちゃんが悩んでたような。あー、ええか。とりあえず今はご飯食べてるで忙しいし後にして。